私可愛いんですけど。ありがとう、ウレピオですわ。あなたもまあまあイケてましたよ。デジモン超ウレピー、一緒に写真撮っていい？ええ、構いませんわ。よろしければ隣へどうぞ。やったー、ツーショット、ありがとう。画像送るし、メアド教えてよ。メアドは NG ですわ。そう簡単に教えていいものではないと言われてますのよ。あら、いいところへ。皆様、ごめんなさい。スキピが迎えに来たので、また今度ですわ。では、ごきげんよう。オルボワール。もう、待ちくたびれましてよ。あなたは特別だから、許しますけど。ラブラブ。アリエッティ、超うらやま。ねえ、いつから、いつから。秘密ですわ。あら、あなたは出会った時から私のスキピでしたよ。さすがにいきなりずっともとか、そんな電波なことは申しませんわ。でもスキピではいけませんの。そんなに驚かれるなんて、同じお気持ちだと思っておりましたのに。マリー、とってもつらったんですわ。そうやって素直に納得してくださるところはありよりのありですわ。さあ参りましょう。早く二人きりになりたいですわ。ありがとうございます。ちょうどいいところにいてくださって助かりましたわ。彼女たちの推しが強くて困っていましたの。人に囲まれたままだと面倒なことが起きるってベルサイユで学びましたの。信奉者とは距離を置かないと敵を近づけるし、味方も敵になりますわ。それって激マズでしょ。デューバリー夫人たちとの対立とかマジメンディーでしたわ。まだまだ勉強中ですけど、今時の方の言葉を数年分ほど追いかけておりますの。ちなみに、メンディーは面倒って意味ですわ。とにかく、あのままあの場にいたら、もみくちゃにされる可能性もビレゾンでしたし。もしまた私が囲まれたら、助けに来てくださいましね。だってあなたは、私のスキピなのですから。うん、メールでしてよ。どなたから？あら、 SNS の投稿ランキングですわね。アリス、女子高生のファッションリーダー現る。まあ、これは顔は隠れてますが、先ほど撮った写真ですわ。いいねがたくさんついておりますわね。ベルサイユのファッションリーダーの私なら、当然といえば当然ですが、バズってて良きですわ。どうせ見られるのならば、皆に受け入れてもらえる方がウレピオですもの。見つけましたよ。これからお買い物に行きますの。もちろんお付き合いしてくださいますわよね。返答はウィか良き、それ以外はノキでしたよ。ウィはフランス語のイエスですわ。ヨキも若者の言葉でイエス、ノキはノーの意味でしたよ。時間がもったいないですわ。さ、繁華街へゴーですわ。そうですわね。まずはお洋服を見に行きますわ。あちらのお店に行ってみたかったんですの。参りましょう。私好みのラインナップ上がりますわ。あら、あのマネキンのお洋服素敵ですわ。こちらのも良きですわ。このカットソーにこのパンツを合わせて、カーディガンはこの
まさか全部というわけにはいきませんものね。散財は名数を縮めるだけですし。お客様、何かお困りですか？こっちの赤寄りのコーデとこっちの緑寄りのコーデで迷ってますの。どちらもお似合いですが、赤のコーデの方がお顔映えするかと思います。そう？アリ寄りのアリですの？はい、むしろアリアリですね。なるほど。ではこちらを一式いただきますわ。ありがとうございます。あの、よろしければこちらのコーデマネキンに着せさせていただいても？もちろんよろしくってよ。本当にお買い物は良きですわ。荷物を持ってくださってありがとうございます。あ、それ買ったの？やばくない？うん、合コン行くのに勝負服マネキン買いしちゃった。あら、そうですわね。真似をされるのは嫌いではありませんの。アリスでは特に身分に関係なく、私自身のセンスが認められていると感じられますもの。まあ、ありがとうございます。あなたから褒められると少し照れますわね。ではこれからも一層私自身を美しく磨き続けなくては。そのためにもそろそろ次のお店へ参りましょうか。とってもエモい雑貨屋を見つけましたの。現代はそこそこのお値段で可愛いものが揃うから上がりますわ。さあ、いざ雑貨屋へですわ。まあ、こんなところにおりましたのね。研究所におられないからずいぶん探しましたのよ。私に探しに来させるなんて罪な人ですわ。あ、見つけた。君、女子高生の間で噂になってるファッションリーダーだよね。 SNS の投稿を見て探していたんだよ。うん、どなた？ああ、これは出家。自分はファッションサイトのカメラマンです。なぜ私を探してましたの？君を読モとしてスカウトしたいんだ。君は今や女子高生の、いや、若い女性たちのカリスマだから。私を認めてくださってありがとうございます。ですが、お断りしますわ。君なら芸能界入りだって夢じゃないのに。ごめんなさい。有名になりたいとかなりたくないとか、そういうお話ではありませんの。皆様が私のファッションを真似するのは大歓迎。私の写真を SNS にアップするのも別に構いません。ちゃんと対応してくださるなら顔出しだって良きですわ。それに評価してくださる方がたくさんいるのは嬉しいですわ。ですが、プロやセミプロになるのはお断りいたします。私にとってのおしゃれとは、自分と大切な方のためにするもの。ファッションのセンス、バランス、お洋服を着こなすためのプロポーションの維持、そうしてデートの日、朝目覚めた後大切な方と過ごす時間を思いつつ、たくさんのお洋服の中から私を輝かせる今日の一着を選ぶ。それもこれも思う方に私を可愛いと感じていただくがため、プロやセミプロになったら見知らぬ大衆のために私を提供しなくてはならない。しかも有名人のスキャンダルはのっき。そんなことで枯れ木と過ごす貴重な時間を潰されるのは本意ではありませんわ。前回のお買い物デートからですわ。もともとあなたに呼ばれた瞬間に雷に打たれたようなインスピレーションを感じましたな。何度かデートをしたのですから、もうこれは枯れ木と言ってもよろしいのではなくて。ということですが、毒物件は諦めてくださいな。私たちデートの最中なので、これ以上邪魔をしないでくださる？
かった。毒物件は諦めるよ。でもせめて記事用に顔出しで1枚撮らせてくれないかな。あの女の子探そうって盛り上がっちゃってる人もいるし、そういうのを抑えるためにもいいと思うんだ。君仲いいんでしょ？君からもちょっと説得してくれないかな。そうですわね。有名勢というのがあるのは理解しておりますが、大衆の盛り上がりは時として暴力的になるのも事実。あの革命で学びましたもの。いいですわ。あなた、今ここで記事に載せるための写真を撮ることを許します。本当かい？ぜひ。その代わり、特定しようとしている方々を抑える記事を書くことを要求しますわ。ありがとう。じゃあ向こうでちょっとお願いするよ。ちょっと、アントワネットが今度はニュースサイトに載ってるんだけど。謎のカリスマファッションリーダー街中で発見しちゃったって。あらあら、私の記事を見てくださってますの？嬉しいですわ。記事も好評でアクセスが殺到してサイトがダウンしたそうですわ。記者からお礼が来ましたのよ。でもこれ顔出しになってるけど大丈夫なの？それも大丈夫ですわ。顔出し記事が出たことで独自に探そうとする方が減って、編集部に問い合わせが行くようになったらしいですわ。あなたの口添えのおかげで今回はカメラマンの方も私もウィンウィンとなりましたわね。ありがとうございます。さすが私の運命の方ですわ。